ウエスト、皆さんこんばんは。おコメントでリクエストがあったんですね。そうです。そのコメントをくれたのがニコピロさん、ありがとうございます。はい、Apple Music のプレイリストを紹介します。はい、まあ一回こうちゃんほうさんに行った時に、ダダヤンさんやっぱり音楽の趣味が幅広いなっていうふうに、まあ、それとあとはコメントでやっぱり見たいですと、まあ、プレイリストはあんま作ってないんですけど、はい、まあ、ライブラリーは見せれるんで、はい、じゃあやりますか。はい、めちゃめちゃ曲入ってます。めちゃくちゃあるよ。いや、これやばいな。とりあえず、でも安全地帯じゃないですか。見逃せないのは安全地帯。こんなので僕ね、やっぱじれったいですね。アーベイベー、アーベイビーが、アーベイベーっていう始まりのじれったい。僕カラオケでも歌います。あ、ダムさんカラオケ行くんですか。行くだろ、それ。あら、僕最近好きなのはサックスを家で練習できないでカラオケで練習するんですけど、ちょっともういいやと思ったら、はい、そっからカラオケする。なるほど。大体な、人から、人から、やばい。カラオケが2時間ぐらいいて、1時間練習、1時間カラオケ、はい、それね、めっちゃ楽しい。最近ね、上原ひろみさんのおいこれミスター CC やばいっすよ。ピアノ上手すぎて、ちょっと聞く。はい、これね、僕の友達のシモン君っていうピアニストがいて、はい、彼がね、僕シリ島でね、ちょっとなんか弾いてたの。あ、このミスター CC。 そうそうそう、それで知ったんですけど、これやばいっす。あとは、川崎隆也さんとかも最近、まあ最近のところもチェックしてますので、はい、若くいないとダメです。そうですね、なるほど。キミオレイ太郎さん、レイ太郎さんも、これやばい。やっぱキミオレイ太郎さんどこがいいっすか。 MC ゆるゆるなんですいやー、骨になりたい。じゃあこれライブがいいですね。ライブ以外は歌もいいですけどね、本当に。大事ですよね、キムさん。幅広いな、本当に。幅広すぎっす。これあれ、僕の同級生、中学校。あれとは違う。スパイシーソルも中学校の同級生。スパイシーソルのケニー、ケニーも。これもカラオケでよく歌いますね。カサブランカダンディ。聞き分けのない、聞き分けのない、みたいなね。ありがとうございます。一回食べて歌っていただいて。じゃないと使えないから。あとジェイミー・カラム、この人もやばい。あら、この人ビルボードに見に行って東京で、はい、ステインウェイってあのピアノ、あ、スタインウェイ、はい、のピアノに乗って怒られてました。あら、そうね、めちゃくちゃかっこいいっすよ。やばい、これ終わんない。終わんない。ビートレーンは、まあ、サックスね、はい、サックスプレイヤー杉山浩一さん、ドラゴンクエストでしょ。これはね、超名曲でしょ。いろんな人の人生のアンセムになってますね。ダイアンバージョンをね、ビルボードに見に行って、はい、この人、ゴスペルからなんですけど、はいはい、これとかやばいっすよ。ドゥビーブラザーってことね。ソウルだけど、はい、ダンス。ダンスブルー、うん、結構あれですか、R&B とか。なんかね、六本木に、はい、ティアーズっていうソウルバーあって、へぇ、そこをね、行きたい。いや、もうやめちゃったんですよ。あ、やめちゃった。そこに一回行った時に、はい、そのちゃんがね、ステップ教えてもらった。あ、音楽教えてもらってない。音楽はまあ割と知ってたんだけど、はい、これとか有名じゃん。あ、ハッピーエンドとかいいじゃないですか。いいよ、松本さん、ハッピーエンドの、はい、一回ご飯。あ、え、嘘、すごい。お寿司ね、一緒に。いいな。野良さんもね、このね、はい、迷子犬を探してっていうのが、ね、好きです。わっちゃん好きですよね。いや、あ、じゃあ、ダイゴさんもそうですけど、あ、そう、ナノさん、ナノさん、ワンちゃん大好き、大好きですもんね。迷子になったあの子の行方を教えてっていう歌なんですけどね。あ、あの子っていうのをワンちゃんに例えてこう、うん、やるやつか。あー、あの子がこの次ね、ベティライト、ザワン、俺のホイッスル、やばいでしょ。やばっ、すごっ。こんな声ですか。結構渋めのボーカルスタイルだから、うん、ベティライトさん、やばい。ベティライトさん、やばいですね。知ってる。レイチェル山形さんっていうのは日本人か。その辺は追ってないです。あ、追ってないですね。もう曲で、曲だけもね。でハスキーですね。うん、ハスキー結構好きかも。あー、なるほど、確かに
さっきのダイアンバーチュー、はい、これこの曲知らない？知る、シルドスポット、ジャンプの不思議な音に戻ってカウントカウントです。めっちゃかっこいいじゃん。結構最近の方ですね。これやばい、やばいですね、うん、これすごい、すごいですね、うん、これすごい。メモを消してね、うん、West West Thank you Thank you Thank you もう君ありがとう言われた。大ざまいだ。結構遠征で聴いてたもん。あとサム41とか、うわ懐かしい。今ダイゴさんに言われなかったら一生聞かなかったな。もう中学校で聴いてました。ロバータ・フラッグもやばいっすよこれ。あ、ほんだ、 R&B。 これもウィズ・ダニー・ハサウェイのこの歌ですよ。ロビン・ティックっていうのこれ。ティック、なんかね、ちょっとチャラい歌歌ってたんですけど、はい、その曲ね、めっちゃいいんですよ。スイーテストラブ、うん、シラップとか聞いてるんですね、意外と。確かにこれ有名ですね。やめよ、マジで。よし、終了。はい、終了。帰ってくれ。ちょっと待ってください、レコードもあるじゃないですか。うん、ちょっとどんな感じなのか。いいよ、今度また紹介するよ、それ増やすな、増やすな。じゃあ次ちょっとレコード紹介のコーナー持ってて、うん、こんないっぱい ってあるから、ちょっと待って、ちょっと待って、今すごい攻防してた、うん、でもまあちょっとコメント欄でね、この曲いいよとかちょっと教えてもらえれば。いや、教えてほしいです。はい、なるほど。好きな感じが分かったと思うんで、皆さん。そうですね、今回の動画で好き、うん、そうこれが好きだったらこれがいいよって、はい、なので、はい、ぜひ皆さんのご協力をお待ちしてます。お願いします。じゃあ今日のところありがとうございました。